はい、こんにちは、にゃでーす。ってことで、シャナクライブの汎用テンプレ編成紹介していこうと思います。今回紹介する編成は、全属性対応で全耐性持ち、全ギミック対応の編成となっております。完璧編成ですね。普段使いにおすすめの編成となっております。クライブ実装されて、シャナクライブ組む人多いのかなと思ったので、改めてね、こんな感じでテンプレ編成を紹介しております。もしね、よかったら参考になったら高評価、チャンネル登録、そして通知オンよろしくお願いします。特にね、高評価だけでも押してくれると嬉しいです。皆さんがパズドラ楽しめるように、そしてね、引いたキャラを楽しく使えるように、パズドラが盛り上がるように動画投稿しておりますので、ぜひともですね、高評価だけでも押してもらえるとモチベーションになるし、嬉しいです。よろしくお願いします。それではですね、早速編成紹介したいんですけど、その前に編成を組む上で一番の難関ポイントがあるんで、それだけね、把握した上で編成見てもらおうと思います。はい。何かっていうと、今回ですね、相方クライブです。はい。まあ、クライブ自体かなり性能のいいキャラクターなんですけど、こちら見てください。シャナもクライブも非属性なんですよね。で、シャナは2体使うので、シャナ2体とクライブの6分の3ですね。編成6体のうちの3体が非属性で埋まります。で、残りが3枠なんですね。で、あと埋めたい属性が何属性かっていうと、あと4属性残ってます。火以外なので、水、火、光、闇埋めなきゃいけないんですけど、残り3枠しかないです。つまり、1体火属性じゃないキャラクターを入れなきゃいけなくなります。ってところが難しいポイントでございますので、そこで踏まえた上で編成組むところを見てください。はい、ということで、いつも通りゼロから編成組みながら解説やっていこうと思います。で、今回ですね、リーダーシャナにしました。リダチェン洗剤をつけております。で、フレンド側にクライブですね。こちら置いております。まあ、なんでかっていうと、クライブが確定ガチャのキャラクターだからですね。まあ、クライブ結構持ってる人が多いと思ってるんですけど、やっぱ無課金の人とかね、組めませんって人いると思うので、今回フレンド側に置いておきました。はい。それではですね、早速編成紹介やっていこうと思うんですけど、まずバッチですね。バッチは自由です。指バッチにしてもいいし、HP にしてもいいし、回復にしてもいいですね。はい、まあ、とりあえず指だと一番簡単そう、自由って感じがするので、指にしておきます。はい。それではね、まず編成組んでいくんですけど、もちろん、はい。シャナ置きます。シャナループですからね。はい。シャナちなみにこれ遅延何個でもいいですけど、まあ2個が妥当ですかね。最近は4個の時も多いですけど、まあ2か4かって感じです。あとは体力キラー、悪魔キラー適当につけといてください。はい。って感じですね。はい。で、続いてなんですけど、続いて、はい。残り4属性です。今、火属性のみしか埋まってないので、水、火、光、闇を埋めていきましょう。はい。で、まずですね、埋めるのが闇属性埋めます。誰を入れるかというと、はい。こちらでございますね。はい。酒井雄二、こちら採用していきます。これですね、強くて、スキブ3つ持っていて、で、22体変死で3体変死でしょ?スキブの数も減らせるんですよ。スキブ3つ、ここに変死それあるので、3つスキブ減らせて、で、変身後ですね、これ、暗闇と帯耐性持ってるんですよね。で、かつですね、月内場合の覚醒無効全回復と、回復力とエンハンスを返すということで、耐性2個持ちで L 字も持っていて、月内場合の覚醒無効も回復して、回復力とエンハンスを返してくれる、汎用編成にぴったりなね、大量役割持ちなので、こちら酒井雄二を採用しております。はい、とても強いです。はい、これで闇属性が1属性埋まりました。はい、では続いてです。続いて埋めるのが光属性になります。はい、まあ、光属性を埋めるっていう目的で埋めてるわけではないんですけど、使うのがですね、こちらでございます。はい、エリカですね。もうみんな大好きエリカ。こちらスキブ4つあって、お邪魔耐性持ってます。これまた偉いですよね。耐性持ちで L 字あるのもいいですね。で、7ターンのスキルで2ターン指とバフ返します。で、ダブル吸収でございますね。これまたですね、お邪魔耐性を持っていて、ダブル吸収の役割を持っていて、指と、あとね、個人デバフも返せるので、かなりやっぱり役割多いキャラクターでございます。こちらもですね、汎用編成にぴったりなので、エリカを採用しました。ということで、まあ、ここまではですね、よく見るメンツなんですけど、残り1枠が問題ですね。今回ね、全属性を目標にしているので、今、火、光、闇しか埋まってません。どこね、水と木が埋まってないんですよ。なので、水木属性を持っているキャラクターで埋めなきゃいけないと。で、残っている役割がですね、回復枠でございます。シャナもクライムもですね、こちら両方とも回復倍率ないので、ちゃんとですね、回復倍率が、まあ、回復倍率がかかるというか、回復力が高いキャラクターを採用しなきゃいけません。はい。で、今回採用するのがですね、水木で強くてですね、おすすめなのがこちらです。はい。う、あ、き、はい、こちら。バルキリーでございます。今回採用するバルキリーはこれかな?はい、これですね。こちらのバルキリーを使っていきます。このバルキリーですね、なんと毒耐性持っています。で、回復ドロ強6持ちですね。で、スキブ4つです。スキブも申し分ないし、回復力も高い。で、しかも毒耐性持ってるんですよね。で、あとですね、これ6ターンのスキルで激減、軽減枠プラス指
プラス6解除持っております。まあ、6解除は別にシャナがループするかいらないんですけど、6ターンで指と激減です。で、毒耐性ということで、これでですね、はい、完璧に全属性も埋まって、しかもですね、これ毒耐性持っていて、で、ここで暗闇耐性と帯耐性があって、で、あと、エリカでお邪魔耐性が埋まってるということで、もうね、耐性もこれ、この状態だけで雲以外全部埋まっているんですね。はい。で、しかもですね、すべての役割持ってます。なんと、ちゃんと激減の役割まで持ってるんで、ボスの半分発狂もちゃんと受けれますよということで、かなりいい感じのメンツでございます。これね、一番ベストかなと思います。いろんな組み合わせがあるんですよ、全属性にするの。なんだけど、これが一番いいかなと思いますね。で、あと欲しいのが、L 字はあるから十字が欲しいよねっていうのと、あと雲耐性あればいいかなぐらいで、あとはですね、別に結構自由な感じになっております。はい。ということで、とりあえず、ヴァルキリーにつけていくのが、非属性追加ですね。はい、こいつ持ってないので、非属性。で、今回採用するのがこちら。ステイルでございます。はい。ステイル、これまた優秀なんですね。はい。非属性追加で十字持ってます。で、スキルがルーレットスキルなんですよね。はい。これが強いんですよ。はい。ということで、ステイルつけました。これで欲しかった十字もつけれたんで、十字、L 字も揃っていましたね。で、あとは、雲耐性あれば全耐性にもなりますので、雲耐性つけていきましょう。で、今回ですね、まあ何にどこにつけてもいいんです。あと残りにアシスト5枠残ってますから、どこにつけてもいいんですけど、今回エリカにつけます。はい。なぜかというと、つけるスキルがですね、はい。よし。こちらでございます。つけるのがこちら、上条とわの武器でございますね。はい。これが、はい、こちらですね。武器が雲帯耐性持ってます。まあ、帯被っちゃうんですけど、まあ、厳密にはね、実は被ってないんです。この帯耐性。どういうことって思うかもしれないんですけど、これ、はい、酒井雄二ですね、耐性が変身後にあるんですよ。で、変身前にないんです。つまり、断入潜入時はですね、これ帯耐性ない状態になっちゃうので、ここに帯耐性ある武器をつけております。まあ別に何でもいいんですけどね。はい。あと今指がね、どうしても短くなりがちなので、指3秒ある上条トーマ採用しておりますけど、別にマジこれ雲武器ですからね。ただの雲武器枠なので、何でもいいです。で、エリカにつけてる理由は、上条トーマの武器のね、スキルがですね、ダブル吸収無効貫通スキルだからです。はい。ただそれだけなので、別に特に気にしなくて大丈夫ですね。本当に雲武器ってだけで採用しております。はい。これで、とりあえずですね、汎用編成完成でございます。残りアシスト4枠残ってます。クライブの裏と、酒井雄二、シャナの裏、全部余ってます。変身キャラクターの裏のね、スキルは、すべて余っておりますので、ここでね、チーム HP、スキブの武器、アマージュとかね、アイアマンだったりとかでもいいですし、何でもいいですから、ここ自由につけれるようになっております。こんだけ空きがあればですね、どんなダンジョンにも対応できるかなというふうに思います。もちろん難しいダンジョンもいけると思いますね。はい。ということで、ここからはですね、はい。実際にこの編成を使って、ダンジョン攻略やっていこうと思います。はい。ここのね、好きなところ、自由枠のところは自由につけてください。スキブチーム HP の武器がおすすめですけど、スキブチーム回復でもいいですし、まあね、だったらまあ、雲武器だってでもいいですし、何でもいいです。はい。好きにつけてください。4枠は自由です。で、行くダンジョンなんですけど、行くダンジョン今回ですね、せっかく全属性になってるので、気候城に行こうと思います。で、気候城ですね、これ、さっき言ったですね、1階層で帯、接してきてるんですよ。1階層の先生で帯してくるので、ここに帯武器つけましたっていうのもね、理由の一つです。はい。これ、どうしてもね、変身後に帯耐性があって、その、1階層の先生の帯がね、受けれないので、今回帯耐性つけてます。あと、気候城の見どころとしては、ボスですね。ボス昔すごい倒すのに時間かかってたんですけど、今回ですね、シャナ編成で行ったら、ものすごい勢いで削れたので、そこが見どころです。あとは、ボスの半分発狂ね、特に闇ヘキサ今回引いたんですけど、闇ヘキサって割合攻撃なんですよ。で、絶対激減とか半減とか使ってて、絶対ね、このね、HP5 倍っていう軽減率がないリーダーで受けれるような割合じゃなかったんですけど、なんとですね、軽減なしで受けれます。まあ、一応ワルキリー入ってるから打てるんですけど、激減は。このシャナクライブの軽減率だけでね、敵の半分発狂受けれたりするのが結構見どころかなと思います。はい。ということで、見てください。全属性に対応している汎用シャナ編成で今回行くのが、気候城でございます。結構いろんなギミックも来るし、ちょうどいいかなと思います。見てください。どうぞ。さあ、ってことでやっていきましょう。全耐性、全属性、全ギミック対応者の編成で、今回ですね、全属性必須ダンジョン行きたかったんで、気候城をやっていこうと思います。で、自由枠ですね、4枠空いてますが、今回はですね、スキブプラスチーム HP の武器つけております。まあ、スキバればいいですね。はい。ということで、まず1回そうですが、シャナ片方変身、リーダーの方をしてください。さらに、酒井雄二打って3ターンヘイスト。でも、このまま突破しちゃいましょう。遅延は無駄にします。はい。さあ、全体5消ししながら、はい。キー2セット組んで、これで倒していきましょう。はいと。よし。気候城ね、昔は、雑魚敵回想めんどくさかったですが、ノンストップで駆け抜けられるんで、まあもうだいぶ楽になってますね。はい、続いて2回想です。はいと。
よし。2ヶ月をシャナ2体目サブですね。を打ってください。で、遅延かけていきましょう。はいと。さあ、でもこのまま手で適当にね、ずらしてください。ピッと。で、これで超根性まで削って、で、1回1コンボ挟んでから0コンボして、でね、指現象のターンちょっと減らしておきましょう。はい、1コンボして、はい、もう次は0コンボでいいです。はい、0コンボして、シャナ打って、はい、で、また同じくですね、全体消しプラス火の2セット組んでこれで殴っていきましょう。はい。かなり楽ですね。正直やってることがデイトナと同じですね。デイトナも光四つ消しと回復組んでましたけど、それと同じなのでコンボ加算の量とかもね。はい、マジでやってること同じです。続いて3階層でございます。3階層ここ暗闇目覚めしてきます。で、超根性持っていますと。はい、で、回復消しないしてきますが、これは無視で大丈夫ですね。はい。よし。で、もし非吸収来た場合は、エリカ、まあ、亀城と、ま、撃ってください。はい。では、十字組みながら殴っていきましょう。はいと。いいですね。3コンボ組めば10コンボいきますので、十字組みながら殴っていきましょう。はい、OK です。で、次もう一回シャナ撃つんですけど、盤面ね、こんな感じでかなり回復多くなっちゃいます。シャナが回復作るからね。なので、ここでステイル撃っていきましょう。はい。シャナを撃ちます。で、ステイルを撃って、ルーレットですね。で、これで火を取り出しながら殴っていきましょう。はい、火と。でも指現象も終わってるんで、そんなにパズルは大変じゃないです。はい、十字プラス2コンボ組んで10コンボで、これで殴って突破していきましょう。これで暗闇目覚め終わります。で、回復消せないも終わりますね。あ、終わんないですけど、次覚醒目を来るんで、酒井雄二撃てばちょうど終わります。はい。さあ、はい、覚醒目を飛んできて、はい、攻撃も受けていきます。はいと、爆弾。はい、攻撃受けて76になって、はい、先生と。よし。では、酒井雄二撃って、覚醒無効と消せないよ、回復です。んで、はい、シャナも撃ちます。地味に酒井雄二ね、これ、消せない回復もね、して、じゃない、回復力回復もしてますね。はい。ということで、全体消しと三消し組んで、2セットでね、これで倒していきましょう。はい。いや、久々に気候上やると楽しかったですね。はい、オッケー、これで突破でございます。めちゃくちゃサクサク。はい。さあ、ってことで、続いて5階層でございます。5階層ね、ここ、デバフ来ます。別に返さなくてもいいんですけど、返せるのでクライブ打って返していきましょう。はいと。さあ、今回ね、酒井雄二とクライブ両方ともエンハース持ってるんで、エンハースに対して結構強いですね。はい、ではシャナ打って、はい、L 字組みながら殴っていきましょう。はいはいはい。よし。ってことで、はい、これで突破していきましょう。よーし。はい、削って攻撃を受けて、もう一回削って殴っていきます。はい。いいですね。さあ、シャナを打ちます。はい。で、三消し、L 字消しと。いいですね。L 字消し、全体消しですね。して殴っていきましょう。はい、オッケー、突破です。ということで、続いてダメージ吸収回想でございます。ここで上条トーマ、打っていきましょう。はいと。さあ、バズの秒針。さあ、で、アワリンと。よし。アワリン、まだだった。アワリンです。はい、シャボンドロップ。はい。で、聞けせないはね、無視で大丈夫です。シャナがどっちみち火と回復盤面にしちゃうので、別に火の消せないもあんま関係ないですね。はい。ではね、ダメージ吸収スキル打って、全体消ししながら火にセット組んで、これで削っていきましょう。はいと。よし、削って、はい、攻撃を受けて、はい。いいですね。では、シャナ打って、全体消ししながら殴っていきましょう。はい、OK です。火にセットですね。はい、よし。これで突破していきましょう。よしと。ってことで続いてです。続いてガチャドラ階層ですね。ガチャドラはただ殴ればいいだけでございます。ここでリダチェンしてくるんで、リダチェン先生が効きますと。はい、ではシャナ打って、火にセット組んで殴っていきましょう。はい、OK です。こんな感じですね。さあ、で突破していきましょう。で、続いて無効貫通階層にやってまいりますね。あ、まだでした。まだ超根性持ってるのか。はい。では半分まで削って攻撃を受けてシャナ打って。で、ガチャドラのダメージでかいイメージあると思うんですけど、もうですね、こんなですからね、見てください。はい。もうね、ほとんど削れないですね、こっちの HP が。あんなにでかかったのに。もちろんね、3連ガチャドラだから、10連とかの方がダメージでかいんだけど、まあ、にしても、あまりにも火力下がってるように見えますね。はい。さあ、ってことで突破していきます。続いては、8階層でございますね。8階層ここ、はい、無効貫通階層ですので、クライブ打って殴っていきましょう。で、ここでね、回復力をゼロにされても、関係ないです。酒井雄二撃つ必要ありません。このまま殴ってね、先生いっぱい来るんですけど、この後、全部、この HP で受け切れてしまうので、回復力を返す必要がありません。はい、では殴っていきましょう。いいですね。しっかりと平積みして殴っていきます。ミネルヴァでも同じね。で、ミネルヴァの場合は、ロック目覚めしてくるので、一応ロック解除しといてください。無言パンチがあるのでね。
別にシャナ自体は6解除ループなんで関係ないんですけど、はい、まあ無言パンチケアで一応ですね、あの LG は解除しておいてください。はい、ということで続いてです、9階層ですね。9階層もそのまま殴っていくだけです。どっちが出ても同じです。はい、シャナが打って、シャナ打って殴っていきましょう。はい、いいですね。さあ、回復四つ消ししながら殴っていきますが、回復四つ消ししても回復力はゼロです。はい、さあ、相手突破していきましょう。よしと。ということで続いてです。はい、続いては、はい、10階層でございます。10階層ね、ここ今回は雨の実中なし出てますが、バルディターン出た場合覚醒無効解除、酒井雄二打ってください。はい、さあ、あ、で今回ですね、酒井雄二打ってますね。空打ちですね。はい、あ、さっき言った通りバルディターン出たら打つので今回打ってますって感じですかね。はい、ではこれで殴っていきましょう。よし、さあ、しっかりとパズル組んでこれで突破していきましょう。よし、今回非3コンボ組んだとこほぼないかな。はい、オッケー、突破です。ということで、続いてです。はい、続いて11階層ですね。今回出たのは、あ、グレモリーですね。はい。グレモリー、指現象をしてきます。はい。さあ、指現象ね、一応エリカで返すことも可能ですが、別に返さなくていいと思います。別に指そんな短くなってないし、はい、火にセット組めばいいんで、これもこれでいいですからね。はい。シャナ自体がパズル楽なので、指現象あんま関係ないので、まあ、もしきつかったら指エリカで返してもいいですけど、別に返さなくていいかなと思います。はい、ちなみにバルキリーでも返せますね。はい、ということで続いてです。続いて12階層です。はい、さあ、あ、ここですね。はい、アルバートですね。アルバート覚醒無効飛ばしてきます。はい、とよしで、ちょっとやばいので、ここはバルキリー打って、はい、激減を張ってシャナを打ちます。本当はね、酒井雄二が必要だったんですけど、さっき空打ちしちゃったんですね。はい、ということで、しっかりと火2セット組みながら、はい、回復組んで、はい、耐えましょう。別に、はい、覚醒無効を解除す。覚醒無効食らってても大丈夫です。はい。はい、一応激減張って怖いんでね。はい、OK。ということで、これで乗り切りました。シャナ打って殴っていきましょう。はい。さあ、で、爆弾がね、はい。また、これまた爆弾がですね、排泄してしまって、はい、ちょっと大変なことになってますね。はい、OK ですね。火力四つ消しもう一個組めたから、組めばよかったですね。はいはいはい。さあ、ということで、しっかりと回復四つ消し組みながら殴っていきましょう。爆弾ダメージがでかすぎてあんま回復できませんでしたけどね。はい、ということで続いてです。はい、続いては13階層ですね。13階層、はい、ここワンパンするだけですね。ここでしっかり回復しちゃいましょう。はい、と、さあ、ではシャナ打って、はい、いきます。殴っていきましょう。はい、さあ、火組んで、回復はね、なるべくたくさん組みたいんですけど、はい、ちょうど四つ消しが3つ分ですかね。はいはいはい、さあ、オッケーですね。四つ消しを3つ。これで殴っていきましょう。よしよし。はい、と。はい、オッケーです。これで突破していきます。これ余裕で満パンですね。さあ、で、HP も戻ってきました。続いて14階層でございます。はい。14階層ね、ここ半分切ると、あの、酒井雄二必要になるんですけど、そもそもこいつ、あの、半分切るとかがないんです。そのまま満パンします。はい。さあ、では、クライブ打って、シャナ打って、で、後回しになっていた暗い目覚め、これね、十字で返していきましょう。はい、いきます。しっかりと組んであげて、はい、さあ、十字組んで、で、火組んでと。いいですね。はい、オッケー。ということで、十字組んで殴っていきましょう。火2セットですね。たった2セットですが、はい、これでね、敵がぶっ飛んでいきます。はい。ハブ切るとかいう概念がないですね。はい、ということで続いてですね。はい。さあ、続いてもボスでございます。奇跡を殴っていくだけですね。で、火属性吸収とかダメージ吸収が来たらエリカ撃ってください。で、ボスの半分後ですね、覚醒無効解除とかで酒井雄二を使いますので、はい、貯めといてください。さあ、では、早速ね、火属性吸収なんでエリカ撃って、シャナ撃って、殴っていきましょう。で、ボスなんですけど、これ楽しみにしといてください。めちゃくちゃすぐ倒せます。あの、昔の飛行場のイメージだと、ナンパンもしてるイメージあったと思うんですけど、なんかね、すごい削れるんで楽しみにしといてください。はい。さあ、ナンパンかはあえて言いません。楽しみにしといてください。はい。さあ、復活しましたが、もう一回シャナ打って、全体消しと火にセット組んで殴っていきましょう。はいはいはい。はい、オッケーですね。さあ、これで削っていきましょう。はいと。いいですね。よし。さあ、あと一回奇跡復活したら終わりです。で、火属性吸収じゃない方が復活してくれると嬉しいって状況ですね。はい、ラッキーでした。では、シャナ打ってね。火2セット組めば倒せます。はい、OK ですね。いいですね。はい、OK。これで倒していきましょう。よしと。はい。
落ち込むのって日たくさん、はい、突破していきましょう。ってことで続いてです。はい、さあデバフ食らって、さあシャナ打って殴っていきましょう。デバフアローが関係ありませんね。あと気候上といえばボスの1ターン目でロックの先制してくるのがね有名ですが、シャナがねロック解除ループなんて関係ないですね。はい、オッケーですね。いい場面でした。はいはいはい。ということでこれでぶん殴っていきましょう。シュンって敵が飛んでいきます。はい、さあシュン、はい、オッケーですね。ということでもうボスでございます。楽しみにしておいてください。火力がすごいです。はい、ロックは関係ないですね。さあでクライブで、クライブの上限解放もしちゃいます。でシャナも打っちゃいます。はい、さあでは殴っていきましょう。回復組んで、火組んで、回復組んで、火組んで、回復組んで、はい、火を組んでいくと。場面急コボ場面ですね。結構いい場面と。はい、ではこれでどれだけ削るか楽しみにしてください。すごいですよ。はいはいはい、よしと。さあ、あのねヘキサが凄まじい削りできます。はい、こんな削るのやばくない。さあではシャナ打って殴っていきましょう。でこちらですね、シャナ片方ですね HP これ 50% あの全パラリーダーなのでないんですよ。 HP 倍率、 HP 倍率軽減率がないんですけど、敵のねこの半分発揮を受けれます。このクライブのインフレを感じますね。 78% 軽減のおかげでこれボスのこの半分発揮を受けれます。割合なのに HP5 倍リーダーなのに、これすごいことですよ。はい、覚醒向こうからの、はい、攻撃が飛んできます。クライム目覚め、はい、貫き一戦、はい、受けれましたね。ということで覚醒向こう解除してシャナ打って殴っていきましょう。はい、ってことでつまり正解はですね3番でございました。めちゃくちゃ早くない？もうボスの半分発狂も受けれちゃうし、はい、3番できちゃうし、かなりですねインフレを感じましたね。はい、ということでこれでおしまいでございます。はい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 、と、はい、OK ですね。よし、ってことでおしまいです。よかったら、参考になったら、面白かったら高評価、チャンネル登録、そして通知オンよろしくお願いします。続いて、代用解説やっていこうと思います。いつも通り、代用の前に編成紹介すると、シャナ、シャナ、バルキリーにしている、坂井雄二、エリカに上条トーマ、クライブです。HP はアシストによって爆盛り可能ですね。必要スキルは22から25です。これもアシストによって変わってきます。バッチは自由で、リラフレ逆も OK です。で、編成の覚醒なんですけど、全部の耐性があって、あと L 字と十字があります。で、スティール、こちら、非属性追加と十字とルーレットスキルが役割ですね。非属性追加で OK で、代用は無限にあります。続いて、上条トーマですね。こちら、指3秒と雲帯とダブル吸収と無効貫通が役割ですね。こちら、自由枠です。表のエリカのスキルと合わせて、ダブル吸収の武器つけております。で、坂井雄二に帯耐性あるので、雲帯のね、帯の方はなくても大丈夫です。続いて他4枠についてですね。ここはまあ G 枠でございます。スキブ、チーム HP、チーム回復とかをね、必要に応じてつけてもらったらいいかなと思います。続いて本体代用のための役割です。まずバルキリーね、これ水木枠で毒と回復枠が役割ですね。これ G 枠です。色埋めとか回復枠で、ここをね、最後に埋めるって感じですかね。そして坂井雄二、こちら闇枠で暗闇と帯と消せないと覚醒無効と回復とエンハンスが役割です。こちらですね、消せない覚醒無効回復枠となっております。そしてエリカです。こちらお邪魔と L 字とダブル吸収と指回復枠と全員エンハンスが役割ですね。これダブル吸収枠となっております。ということで以上です。よかったら参考になったら高評価、チャンネル登録、そして通知オンよろしくお願いします。じゃあねー、バイバーイ。